ミクトカリス目は、袋エビ上目に含まれる、甲殻類の分類群の一つ。体長は大きくても、数ミリメートル程度で、海底洞窟と深海底に生息する。ミクトカリスカとヒルスチアカノニカを含むが、後者を独立の目とする説もある。体は細長く円筒形。体長は1から3ミリメートル、最大3.5ミリメートル。小さな肺甲が頭部と胸部の第一、または、 第二大切までを覆うとされるが、廃校を持たず代わりに頭立てが頭部と第一、胸節を覆うとみなされることもある。視覚機能は持たないが、ミクトカリスカには、目柄がある。エラはない。第一、胸子は、顎足となり外肢を書くが、残り七体の胸子は二座型で、遊泳に用いられる。また、第二、胸子も顎足になることもある。原子は、端子型で、 基本的に五体あるが、体火傾向にある。オしは二差型で、内ち外しともによく発達する。袋エビ上目に共通する特徴として、成熟したメスは、胸しに、放卵のための膨卵ん用を持つ。膨卵ん用は、ミクトカリスカでは、第2から6、胸しの底節から生じ死亡はないが、ヒルスチアカでは、第3から7、胸しの底節に生じて、死亡を持つ。 通常、袋エビ類の膨らんよ葉は、成熟個体にしか生じないが、ヒルスチアカの一種では、未成熟個体が膨らんよ葉を持つことが知られ、これは、呼吸に機能すると推定されている。海底洞窟、または、深海底に生息し、デトリタス食と推定されている。交尾して繁殖すると考えられるが、実際に観察されたことはない。生態とよく似た。 万開妖精と呼ばれる状態で母親の育房を出るが、この妖精は後端の胸し一体を欠く。ヒルスチア科ではかつてメスの標本しか得られなかったため、単ため生殖のみを行うと推測されていたが、2006年にオスが初めて報告された。ミクトカリスメが記載されたのは1985年である。 二つの研究者グループが同時期に研究を進めており、共同で新しい目として発表された。その時に記載されたのは、バミューダ諸島の海底洞窟から見つかったミカタカリス・ヘイロプと南アメリカの深海底から見つかったハースティア・バサーリーズの二種であり、前者はミクトカリスか、後者はヒルスチアかとされた。ミド社という学名はギリシャ語のミクトスに設備字をつけたもので、 ミクトカリス類が他の複数の袋エビ類の特徴を合わせ持つことから名付けられた。その後、ヒルスチアカでは5種が新たに見つかっている。本目は、フクラン用などの特徴から袋エビは目に分類されるが、その中での他の目との系統関係は不明確である。袋エビ類のうち、形態的には網目、スペリオグリフス目、テルモスバエナ目の3目に特に似ているが、廃校が 体の後方まで発達しない点、顎足が外詞を持たない点が明確な違いである。また、網目とは、本目は満開陽性を持つ点に加えて、胸詞やオシの節の数にも違いがある。スペレオグリフス目とは、付属詞の形態に差がある。テルモスバイナ目は背側に、膨らんようを持ち、目柄や第二触覚の鱗を持たないという点で本目と識別できるが、 体の後部にはほとんど差異がない。分類学的位置づけには、議論があり、ヒルスチアカを本目に含めず、独立の目ぼっちゼ社に位置づけるという見解もある。この場合、競技のミクトカリス目には、ミカタカリスヘイロプ一種のみが属することになる。さらに、コサインチェネ社という目を説、以下の種が含まれる。ありがとうございます。